8年前突如として謎の失踪を遂げた少年ティモシー・ピッツェン。それから8年経った今年、突如としてティモシーの名を名乗る男が出現。果たして彼は本当にティモシー・ピッツェン本人なのか。はいどうも、アルゴメントリーのケンちゃんとヤミヤミです。というわけで今回は未解決事件シリーズというわけでですね、今から8年前にアメリカで失踪したある少年の事件なんです。8年間なかなか捜査が進まず、もうダメかと思われていた事件なんですけれども、今年2019年4月に急展開を迎えたんです。2019年ってめちゃくちゃ最近じゃない？今年っすよね。今年じゃない？ヤミコさん、この事件ね、なんか結構調べたんですけど、英語の文献はあるんですけど、日本であまり知られてなくて、この事件の記事とか情報ってほんとなかったんで苦労したんですよ、ね、もうほんと最近だもんね、これね。8年前、突如として姿を消した少年、今年、全米を揺るがせた衝撃の新事実とは。ティモシー君の失踪。今から8年前の2011年5月11日、アメリカ・イリノイ州シカゴ近くにあるオーロラという都市で事件は起きました。当時6歳だった少年、ティモシー・ピッツェン君は、朝いつも通り父親のジェームス・ピッツェンに連れられ、地元オーロラのグリーンマン小学校に併設された幼稚園に預けられます。しかしそれから1時間も経たない朝の8時、ティモシー君の母親エイミー・フレイ・ピッツェンが車に乗って幼稚園に現れます。彼女は家族の緊急事態なんですなどとありもしない嘘を並べ立て、幼稚園からティモシー君を連れ出し、なんとそのままティモシー君との旅行に出発しました。いや、めちゃくちゃ奇妙な行動ですよね。そこから二人はシカゴ西部にあるブルックフィールド動物園や北部のキーライムコブホテル、次の日にはそこから北に走り、州をまたいでウィスコンシン州にあるカラハリリゾートホテルのウォーターパークを訪れ、合計2日にわたって二人で楽しい時間を過ごしたそうです。その時の監視カメラの映像がこちら。特段二人に不審な動きはありません。その後、ティモシー君を連れ出してからの2日目の5月13日、2人はウォーターパークから車で数時間走った場所にあるイリノイ州のモーテルにチェックインしました。しかし、母親のエイミーは突如、その部屋の中で、×××してしまうのです。翌日、母親のエイミーさんの遺体がモーテルで発見されます。しかし、ティモシー君の姿は見当たりません。その後、警察が辺り一帯を調査しても、ティモシー君は、見つかりませんでした。先ほどのウィスコンシン州のウォーターパークに設置されていた監視カメラの映像を最後に、ティモシー君は失踪してしまったのです。ですがエイミーさんの遺体のそばにあるものが落ちていました。それは、息子は彼を愛する人と共に過ごしており、もう安全です、しかし彼は決して見つからないでしょう、という不気味なメッセージが書かれたメモだったんです。その後、エイミーさんの夫、ジェームスさんは捜索願いを提出し、亡くなったエイミーさんはうつ病を患っていたこと、そのため家族の結婚生活がうまくいってなかったことを明らかにしました。しかし、エイミーさんがティモシー君を傷つけたことはなかったと信じており、エイミーさんの人柄については、彼女は優しく周囲の人々への思いやりを持った人でした、と語っています。その後8年にわたってティモシー君の行方はわからなくなっていたんです。一体彼はどこへ行ってしまったのでしょうか。これって残された父親がめちゃくちゃかわいそうじゃない？そうなんですよ。なんか愛する妻と子供が両方いきなりいなくなるってマジで残酷っすよね。なんか耐えられない、私だったら。実はね、行方不明から8年経った今年、あることがきっかけでこの事件は急展開を迎えたんです。ティモシーを名乗る少年。ティモシー君の失踪から8年が過ぎた今年の2019年4月3日、膠着していたこの事件が突如動き始めます。なんと、自らをティモシー・ピッツェンと名乗る少年が現れたんです。少年はオハイオ州シャーロッツビルにある駐車場をふらふらと徘徊していました。警察に通報した女性によると、少年は車に近寄ってきて自身をティモシー・ピッツェンと名乗り続けて、助けて、誘拐されていた、と話し、顔にはあざがあったそうなんです。間もなくして警察が到着し、少年が事情聴取を受けていると、俺は8年前に失踪したティモシー・ピッツェンだと口にしたといいます。他にも監禁されていた、家族の元に帰りたくないなどと話しており、捜査員たちは彼の主張をもとに周辺のモーテルを捜索し、監禁したとみられる2人の男を探し始めたんです。
少年が現れてからしばらく調査は続いたんですけど、少年が話す2人の男は見つからず、少年の証言にも不可解な点が目立ち始めます。そんな中、少年とティモシー君の遺伝子を照合する DNA 鑑定が行われたんですけど、その結果はなんと全くの別人。保護された男はしきりに14歳であると警察官に主張していたそうなんですけど、地元警察の調べで保護された男は23歳のブライアン・マイケル・リニという名の男であることが判明しました。さらに驚くことに、リニは発見された2019年4月3日の直前の3月まで強盗及び器物破損の罪で服役しており、仮釈放されたばかりだったんです。そしてその男の写真がこちらです。こちら小さい頃のティモシー君のおかげは全くないんです。全然ないわよ、こんなの。いやでもあれ、ね、DNA 鑑定ではっきりしたから私たちだと全然違うじゃないって言えるかもしれないけど、最初に出てきたらまあ信じちゃうかもしれないわね。確かに信じねえよ。信じない。そのね、理由としてはね、こっちなんですよ、うん、行方不明だったティモシー君を、うん、IT 技術を利用して、うん、現在の姿を推定した画像があるんですよ、うんうん、もうこれ見たらそんなこと言えないですよ、うん、今3、2、1、ほら見て。いやこれこれだと納得できるわね、うん、確かに。このティモシーと、この偽ティモシー見ても、絶対これ偽物よ。もう現在の IT 技術だから結構信頼できるものよね、うん、これね。そうそうそう。14歳って言われて信じないわよ。信じねえよ、お前。その後の ABC ニュースの取材で、男は犯行動機について、ティモシー君の父親のようなお父さんが欲しかった。もし俺が行方不明になっても、俺の父は探すこともせずに酒ばっかり飲んでいるだろうから、と語ったと言います。だとしてもこの行為はあまりにも許されざる行為でした。4月3日時点でのティモシー・ピッツェン君発見のニュースは多くのテレビ局やネット媒体が報じたこともあり、8年越しの少年の生還に多くのアメリカ国民が喜びの声を上げていました。それもあって男がティモシー君とは全くの別人であることが報じられた際の落胆は大きく、ティモシー君の家族への精神的ダメージは言うまでもなく残酷なものでした。ティモシー君の親戚のカラ・ジェイコブさんとティモシー君の祖母アレーナ・アンデルセンさんはテレビの取材に応じ、もう散々です。彼がいなくなってしまった日を再び体験したようです。ティモシーの父親は再び落ち込んでいます、と再び地獄に突き落とされた現在の心境を語りました。しかしそんな悲惨な状況の中でも、この一連の報道を成長したティモシー君が目にすることで、彼自身と彼の家族に何が起きたのかを理解することができるのではないかと、わずかな希望を抱いていることも語りました。地元警察も今回の出来事を非常に残念に思うとのコメントを発表すると同時に、ティモシー君を見つけるための捜査は解決するまで引き続き継続していきますとも表明しており、ティモシー君の一日も早い発見が期待されています。次回は第3弾、絶対に検索してはいけないワードシリーズ。目を塞ぎたくなるような画像が次々と。見えた！